皆さんこんにちは、新井圭介です。本日2024年、7月の12日、朝の10時8分、まあ、夏場の朝の10時台になってくると、おはようございますなのかこんにちはなのか、すごく日本人でも疑問に思うところなんですけども、どちらが正解か、これはね、正解がないという話になってるんですよ。やっぱり夏場明るいですから。まあ、ちょっと違う話から入りましたけども、本題いきますね。最近この間の井岡一人選手もそうですけども、まあ阪神タイガースの試合やその他のプロ野球業界や、まあ少し前の、サッカーアジアカップの時でも完全に八百長の試合がありましたので、特にひどいのがジャッジの仕方、見てる人はもう何年も前から見てる人とか、その競技をみんな分かりますから、どちらが勝ってるか。判定に関してもそうですし、あとセーフかアウトかのジャッジに関しても。でこれね、昔何が起きたかって言ったら、優勝回数まあ何回も言ってますけど、巨人が昔第二次世界大戦の後ダントツでずっと優勝してたんですよ。読売巨人軍って名乗ってたでしょ。でもともと軍所属だった人間とかが、第二次世界大戦の前とかで、プレーしていたと。で相手も勝つに勝てなかった部分があるのかもしれないですし、あと怖いっていう部分もあったのかもしれません。精神を生産されなくなる薬とか精神病院気にさせられるでしょう。じゃあこうなってくるとね、とんでもない抑圧と奴隷制度ということになってくるんですよ。時代錯誤も甚だしいで、もう見た目でね、明らかに政府なのアウトとか審判団が言ってますから、審判にもかなり責任あります。昔のその阪神タイガースのファンが暴動起きたんですよ。球場にファンがものすごい数なだれ込んで、もう100人や200人じゃないですから、ものすごい数、500人以上いませんでしたっけ、1000人超えてましたっけ。フェンスありましたよね。ものすごい数、ルール法律はお前ら何してんねんということで、で原監督殴られてるんですよ、ファンに。でその時にね、決まったはずなんですよ、ジャッジだけは絶対嘘なしにしようって。でもう今シーズン始めてしまってるんですよ、日本球界もアメリカの方も。低めのゾーン、肘から膝なのに肘のところを通過してるの、膝のところ、今言ってしまったということは、探したら多分上の方もあると思いますよ。まあまあ、ある程度は人間のしてることだから、本当にストライクとか、ボールか、どちらとも取れるようなボール、たまにあります、本当に。だけども、明らかに見た目で、いや、完全に膝やん、そこって。今シーズン始まった時に、膝のところを通過してるのに、ちょっとボールって審判が言ってたから、その後、膝通過したところの低いところのゾーン、みんなもう錯覚が起きてるんですよ。ストライクなのかボールなのかのところで。もうバッターもこんなめちゃくちゃな世界耐えられない、本当に。シーズン始まった時から、アウトかセーフかもそうですけども、絶対見てわかるんだから。審判だって絶対分かってるんだからっていうプレーあります。で、だからもうプレーって言われた時点で、もうその審判多分もう減給、本当に、ボーナスなしとかそういう話になってきます、本当に。もうそうじゃなかったら話が折れ合わない。だから1ヶ月分のボーナス、引かれるだとか、2ヶ月分だとか、3ヶ月分だとか、年間でですよ。だから今までの件のことを、ただし一部の審判の人もね、僕は心の声ね、いやいや、本当に僕は未来からの声が、時間の軸からの声かけとかで、その暴動性なんか、そんなこと言った方がないって。絶対そんなこと呼びかけませんか、いくらなんでもって。もうこちらのルール分かってるじゃないですか。テレビ見て試合の勝ち負けに取り込んでるとき、ね、その言葉のワードの組み上げ
すらしっかりできてなかったな。ストライクが入らなかったり、バッターが打てなかったりだとか。もうルールがものすごく厳しいんですよ。もうそれと比べてっていうところがあるわけじゃないですか。で、これはね、やっぱりボクシング業界でも、相手の国の人たち本当に喜んでます。見る人が見たらもう分かるでしょ。いや、こんなチャンピオン、こんな形でチャンピオンになっても我々喜べないよって。生かさないよ、もう絵は見えへんわ、金なんかあらへんよ、見に行かへんよって、有料番号読みないよって。スポンサー、そこの企業も怪しく見えるよってなりますって。絶対言葉遣いよりも内容の方が大事なんですよ。わかります？裁判所法廷でも怒ったりしていいんです。裁判官大抵の場合認めます。原稿を抜いて、もうこんな目に遭ってきたんだから、ちゃんとね、ちゃんと言い方もちゃんと僕通しますよ。できるだけ自分で怒らないように努めますけども、こういう目に遭ってきた状態ですから、もう怒って言うかもしれませんと。もうそれは認めてもらえますかと。認めますと。裁判官はっきり認めますってしっかりと言ってくれてるんですよ。これはもう人間、感情がある人間ものだから、そのある程度怒らなかったら相手は怒ってる、その人たちが悪いことをしてるっていうことを自覚できないんですよ。だから例えば暴走族とか見たら怖いじゃないですか、みんな。で、下手に注意とかしたらね、自分が殴られたりしたら怖いから、みんな文句言えないじゃないですか。なんか警察官がいるんであって、それは組織化されてるんであって、まあ、人数がいるわけじゃないですか。まあまあ、ごく稀にね、勇気持ってる人は、暴走族、捕まえたりしてる人いますけども、お前らの方が間違えとると。まあまあ、多分もともと格闘技業界だったか、まあ、自分もオートバイに乗ってた方だとかで、まあ大怪我してたとか、社会のからくり全部分かった時に、いや、オートバイのメーカーが悪いんだよって、最初からあんなもの売っちゃダメだよって、死人たくさん出てるんだから、業務上過失致死で一体何人死んでると思ってるのと。それ以上の死んでる人の数以上に、僕みたいにね、開放骨折、僕の場合は右足の膝のところを開放骨折してるんですけども、つまり結婚話今までしてきた連中、まあごめんなさい、ついつい連中って言って、ものはいっぱいいて、で仕事場で新しく入ってきた年上の人間とか勘違いしたんですよ、僕は浮気者みたいな形で。で、まだ挑発行為的なことを言ってきたり、まあ、髪の毛を染めていたりとかもあるんですけども、そこの仕事の現場もフルーツドラッグパーク、もともと髪の毛染めたらダメだったんですよ。で、もう一人、誤解とか、相手の言ってることとかしっかりと受け止めないでね、覚えないで、そのまま、自分の考えだけで一方的にものを言ってくる人間って、もう大体間違えるんですよ。で、その人間と、ちょっと、その人間から挑発行為を受けてね、まあ、それで、まあ、右足の開放骨折の事故につながってるんですけども、帰り、まあまあ、安い挑発行為なんですけども、もう僕も、その前の結婚問題の件とかでね、だいぶそのものに対して、まあ、腹立ててましたんで、まあちょっとした仕事中ももうちょっと前から対立状態にあって、もう一切口きかない、お互いに。だからまあそういう部分とかもあって、バイまあオートバイに乗ってる人は買わされてしまってるんですよね、メーカーに。特に暴走族の漫画
とか見たりとか、あと友達の勧めとかで、ね、何か、あとは、一番厄介なのは、オートバイの爽やかな CM、風になるだとか、自分が今まで行けなかったところに行けるだとか、で、それもヘルメットこう、脱いだときにね、こう、爽やかに、な、笑顔になってる。それ見たときに、あ、いいなとか思っちゃうわけじゃないですか。そういうところからだんだん崩れていって、オートバイに乗ったがゆえに、暴走行為をしているような人間とかと、知り合いがどうしてもできてしまうと。相手が怖そうな人だったら声かけられたときに、お前何気やすく声かけとんねんって言えないでしょ。お前何やその髪の毛の色だと。海洋基本法違反やぞと。もうさっきからその乗り方見とうけども、なんでコンビニの前でジャックナイフしとんねんと。ジャックナイフっていうのは前輪のブレーキを急にかけて、こう、後輪を浮かすんですよ。要するに車体がこうなるわけなんですね。コンビニの駐車場とかで。そういうのをもう見かけた時とか、正直腹立つわけじゃないですか。もうそのコンビニ突っ込んだらどうすんねんと。払えんのかと。損害賠償金。払えなかったお前、そこのコンビニの人どうなるか分かってんのかと。実費やでと。で、他の人とも見てるから、ね、マネする連中なんか出てきたら、いずれの問題だから、そんなことばっかりしてたら、事故起こすの。腹立つでしょ？でもなかなか言えないでしょ？で、話それましたけどね、プロ野球界も同じことしてるんですよ。サッカー界も。養生。全力プレイ。もう最初から最後までこれしかないんですよ。で、ただし、相手に怪我させるようなプレーをしちゃダメなんですよ。全力の意味を間違えてる。明らかな八百長とかしてしまってるわけじゃないですか。うん。これ見てる人からしたら、集団訴訟ものなんですよ。で、その電波の仕組みとかで、試合の勝ち負けとかで、いろんなややこしい部分があるとします。じゃあそこをまず改善しなきゃならないんじゃないですか。ただもう巨人も悪かったと思いますよ。昔そういう方法でずっと優勝してたわけでしょ。で、最下位なんか1回しかなったことないでしょ。だから首都が偉いみたいな形になってたでしょ。だ昔白状してくれた審判もいてくれたんですよ。その暴動の件の後にね。もういろんな調査がいっぱい始まった後に。我々としても上の言うことに従うしかなかっただとか。お金の面で言うとエネルギーの増量問題とかありますから、まず高校生とかの世界戦とかやめさせたい。費用かかるんですから。でエネルギーの残存量問題があるから自分たちで自分たちの首絞めてる。そんなことよりも石油残しとかなきゃなんない。これ野球界だけじゃない、サッカー界も同じだし、バレーボールもバスケットボールも陸上だろうが水泳だろうが剣道だろうが柔道だろうがボクシングだろうが何でも同じ。18歳になってから世界戦なんて、その世界チャンピオンの前のボクシングで例えると、東洋太平洋とかあると思いますよ。でも18歳になってから、18歳になってから、ね、一つ一つ階段積み上げていって、それで世界戦なんですから。競技人口あんまりいないんですよ、本当は。本当の人口、もう僕は説明したわけじゃないですか。一応23億人ってホームページ淡井圭介の履歴の52番では言ってますけども、耕作面基地を差し引きするともっとそこ の農業が盛んな国の人たちって人口少ないはずなんです。
日本の面積基準で、およその数字で3200万人で計算してるだけであって、だから、急にこの動画も見た人ように、まあ、再三ですけど、もう一回言いますよ。人口1億人ぐらいの話って、満州国、要するに中国の北京からの北部一帯と、朝鮮半島と台湾と今の日本を併合してた時期の人口なんですよ。今の国境はね、いるわけがないんです。第二次世界大戦があったことぐらい知ってますよねって。いくらなんでも。あの戦争は本当ですから。ミッドウェーの海戦の総力戦とかも、今まで台風が発生しているところの箇所を見ると、大体アジアの、東アジアの方で行くとね、もう大体ミッドウェーの海戦したところ。あの人たちはお怒り。まあ、神がかり的な力とか僕はすごくわきまえてる、よくわかってる方ですから、心から訴えかける時もありますし、あの世の方たちに。と、逆に、あまりにも対応発生してる方だったら、僕は叱ります。あの世の人たち。あなたたちは行政からの指示で、ああいう風に戦争させられて、自分たちの家族とかあの子をして亡くなった無念とかあって、それで台風になってるんでしょって。わかりますよ。だけども、台風になってそういう人殺してるんだったら、あなたたちも戦争始めたでしょと同じですよと。違うでしょと。風力発電ちゃんと風回さないと。それでこそあの世で評価されるんじゃないですか。でしょ？雨降らずにしても7、8、9でしょ。その方が涼しくなるんですから。エアコンなんかいらないで生活できるわけじゃないですか。商業施設はスーパーマーケットのその食料品売り場とか、そこはあの冷房入れてなかったら、それは本当にまずいですよ。未だにあの常温で食料置いてるところいっぱいあるから、そんなところはあの蒸し風呂みたいな形になったらもう絶対無理ですから、食料本当にすぐ腐りますよ。もう4時間ぐらい、本当に。6時間持たない。水ですら持たないんですから。前日から冷蔵庫入れて冷やしていたら、ペットボトルの水、12時までに腐ってました。ジンマシン出てくるか分かるんですよ。昨日も半額か半額に近いお弁当、まあ、19時30分くらいのものを購入して食べたんですけども、ちょっとだけやっぱりジンマシン出てきました。無理なんですよ。常温での販売なんて。お弁当屋さんはその場ですぐ作るからセーフなんですよ。あけど、先に唐揚げとか揚げていて、で、それが予想でね、これぐらい売れるだろうと、昼間。だけども、揚げたはいいけども、売れ残ってると。で、例えば14時とか15時ぐらいに買いに来たお客さんに、その唐揚げを、販売してしまった場合、どうなるかって言ったら、たまにジンマシン出ます。肉そのものとか、使ってる小麦粉とか、いい加減な扱い方してたら、古くなってるんですよ。簡単に物って腐ります。まあ、それと同じで、みんな審判のジャッジとかね、いい加減なジャッジしてる人許せるかっていうと、許せないんですよ。もういいから、あなたたち本当に、僕と同じような目に遭いません。賃金の不払い。土日祝日の割増賃金はない、ボーナスはない、住居手当、扶養手当はない。で、供託金とか納めさせられて、払う払うって言って、払わない。社長今どこにいるんですかと。そんなに大きな会社じゃないですから、従業員の数が500人ぐらいでしたから、その当時。逃げ。事務員も、こいつ水面下で口裏合わせしてるんじゃないかと。いやー、今ちょっとどこにいるかわからないんですが、って。それは昔暴動起きますよ。あんなジャッジばっかりしてるんですから。
これ阪神タイガースだけじゃないですか、他の球団でもそういう目に遭ってましたけども、真ん中低めでね、ほぼストライクゾーンのど真ん中に近いところですよ。そう、阪神タイガースのバッターの選手がね、そこに投げ込まれた時ね、じゃあピッチャーが、そこに投げ込んだ時にね、審判ボールって言ったんですよ。誰かどう見てもストライクなのに。いや、ありえないでしょ、ほぼ真ん中ですよって。ど真ん中ですよ、ほぼ真ん中って。ほぼど真ん中、ちょっと低いだけ、ど真ん中からちょっと低いだけ、膝の上余裕で通過します。自分が何しろ分かってますって。もう本音言いますよ、暴動来た時審判殴られたい。常識わきまえてなすすぎる。そこまで悪いこと平気でする人間、金の、横領事件本当にするから、だからこんなに無駄に人口が約50年前から少子化始まってるのに、ずっと国の金とか使って建物を建てるんじゃないですか。 N の残存のものをほったらかしにして、それで大卒、何わけわかんないこと言ってんのって。国会議員全員捕まりなさいよって。捕まるん嫌だったら全員ボーナスなし、連帯責任、連続性もともとあります。それを今度はテレビ使って NHK の傘下ですよ、総務局の。まるで連座性がないような言い方してる。他の法律忘れてる。同じですよ。一般社団法人のっていうとこ言ってるじゃないですか、関する法律って。あれ見たらわかるじゃないですか。設立から何から何まで関わってきた人たちに責任あります、連帯責任ありますって書いてあるんだから。それはじゃあ一般社団法人なんでしょ、議員は行政の人ですよって。違いますよ、行政が許可出してるんだから行政も含まれてるって書いてるじゃないですか。そういう書き方してます。あれは行政って見えない人間が隠蔽側なんです。国会で答弁した時に手挙げて言い逃れした人、隠蔽側無理、あと国会議員無理だからって。もう我慢の限界が来た時、僕総理相手でも言いたくなりますよ。今まで稼いだお金全額返納しなさいって。あるんだから判例で。これ怒って言ってるんじゃなくて、これぐらいしっかりした口調で言わなかったら伝わらないんです。納骨堂の判決で、ね、納骨堂のオーナーに、今まで納骨堂に骨を納め、させられた人、骨じゃなかったとしても、そこにね、戒名だとかなんだとか、そこにまるで、その人は亡くなった人がそこに存在するかのような形でね、納骨を拾いだ人たち、オーナー全額返金しなさいって。社会で働いてきた人なら分かります、絶対無理だって。もう建物とか作ってしまった後だから、そのローンで追われっぱなしです。そんな中自分の給与とかを、まあ役員だとした報酬とかを得ていたわけなんですよ。それで高級車とか大きな家住んでるところ見られてみなさいな。そんなもん全部差し押さえに決まってるやろって。通りますよ、裁判所で。それ通らなかったら世の中めちゃくちゃなんですよ。大きな家建てるわ、高級車3台も持ってら、何やこいつって。自社の社員にちゃんと退職金とか払ってなかった人材派遣会社だったから言い訳なんか通用しないしない。無理よ、裁判所で。それ認めてしまったら、エネルギーの無駄遣い、ものすごく世界中で加速してしまった後だから。もう僕みたいな、法律側の人間でね、全人類の立て直しを図ってる人間とか、立て直しっていうのは建物のことじゃなくて、体制ですよ。体制っていうのは、そういう、むちゃくちゃな金の使い方と、フェイクで金稼ぎする人たちのことね。はっきり言いますよ。お墓、霊感商法や。前から言うと、霊感商法はダメだって。裁判なんて負けるって全額返済や。墓売ってきた連中のことや。お寺が次々潰れてるやろ。みんなわかるやろ。
違法行為の塊や。まあ、そこでちょっと中国の皆さんにはごめんなさいなんですけども、中国も今分かってますよ。同じような判例下しますから。あのね、少年事件法って、暴力団だったの。暴力を振るった人は、これ法律でそうなってるか、暴力を複数で振るった人は、暴力団として裁判所に認定された。5年間仕事できなくなって、もちろんそれ相応のしてきた内容に対して罰が課せられるか、損害賠償のお金を払うか、何かしなきゃならないんです。そうじゃなかったら刑務所に入れられるんです。頭にお灸据えられてたでしょ。人殺してしまってるんですよ。拳法を使って。殴る方の拳法。で、頭丸めて、お金もないし、頭丸めて反省して、弔いますで、お経を唱え始めたんです。じゃあ、無料で渡さなあかんやん。っていう話になると思うんですよ。違うんですよ。行政の方でちゃんと決まってるんです。火葬場で、ね、火葬した後、僕も自分の母が亡くなって、火葬場で火葬終わった時びっくりしました。骨もほとんど焼けて、なくなるんですよ。指先とか。小さな骨の部分。で、その骨をね、骨壺に入れて、で、その骨壺を自分でお金払ってね、散骨しなきゃなんないんですよ。業者に頼んで。3万いくらかかったと思います。山に散骨か海に散骨なんですよ。骨壺を郵送しなきゃなんないんですよ。じゃあお墓の下にね、骨なんかあるかってないんです。そんなところに亡くなった人、いません。僕はあの絵があると思ってます。輪廻転生とか。じゃあね、あの世の人たちは自分の親とかだったわけでしょ？自分のそばで見ているわけじゃないですか。守られてるんですよ。可愛い自分の子供だから。可愛がってきた記憶があるから、心がそこにはあるから、だから天がないってね、雨降ったりするんでしょ。僕のホームページ淡井圭介に歴の記載してる内容とか見たらわかるでしょ。僕の親族じゃない人間で先にお亡くなりになられた人が、僕は今まで第二次世界大戦のこととか、黒人初の大統領とかね、北朝鮮と韓国のムン・ジェイン大統領とキム・ジョンウンさんの首脳会談だとか、アメリカの大統領としてトランプさんが初めて北朝鮮のキム・ジョンウンさんと会談を行ったりだとか、世界に関する平和に対する、ことを行ってきて、世界の今生きてる人たちのね、命がかかってると言っても全然過言ではない、エネルギーの残存量問題の切り札である河川水門開閉式ダム発電とか、行政が全然お金出して特許通そうとしない。率先性がない。生活保護者の淡井圭介が、寄付金で被災地に、東日本大震災の時もそうでした。1万円送ってるんですよ。はるかにお金持ちの行政の人間がみんな一時的にお金貸すでもいい。全員が1万円ずつ出し合って、それで稼いだ時でいいから、返してくれたらいいからで、お金出しゃいいじゃないですか。行政全員だったら、一人100円で集まるじゃないですか。ちょっと物事考えて生きてますっていう話なんですよ。なんでこう思いのが給料高いんですって。なるでしょ。そういう状況、あんなの人たち分かってるんですよ。だから僕がひどい目にあったりだとか、別にひどい目にあってなかったとしても、僕のね、関係とかで、出来上がった歌詞とか、ホームページから閲覧できるようにしてますよ。やっぱり雨なるでしょ。生きてる人たちの感情もあると思いますよ。悲しくなりますよ。これ、淡井さんの人生って一体何だったんだろうって。
で特に本当に反省している人たちは自分の記憶はしっかりしていてね、あ俺もや俺もしてしまったわって外から淡江さんの自宅に向かってヘラヘラヘラ笑いながら侮辱するようなこと言ってしまったわって、挑発するようなこと言ってしまったわって、あの人のところ俺らみたいなのがずっと何も何もずっと来てたんて、夜中も起こされてたんて、明け方も起こされてたんて、それであの人フラフラやったんて、あの人それで怒っただけで警察官とかに精神病院に入院させられてたんて、この話なんなんて、行政の隠蔽やんて、もうスポーツ業界もこれ隠蔽で動いてたんちゃうのって、だから法律でね、あんまり、もうもちろん行政の人が全員悪いことしてるわけじゃないと思いますよ。それと、そんな状況だったって知らなかったっていう人たちの方がいっぱいいると思います。善意ある人たちの方が基本的に多いですから、公務員の人たち。しっかりした人たち。だけども、結果がもう出てしまってるんですよ。そんなことになってて知らなかったって。知らなかったで質問されるような状況じゃないんですよ、これ、完全に。特に世界からしたら。じゃあ日本本当に河川水門開始してきたもんさ、あいつの時はよどうしたらよって、はよ作れよって。分かってんのって。物流止まったらほとんどの人間死ぬのよって。どこの国も。食料がスーパーマーケットに並ばないから。ガソリンなくなったら終わりなのよって。それ将来引き延ばしするために、河川水門開始、ダム発電とか川端発電とかメタンガス抽出場だったのに、ほとんど何もしないよ日本って。もう26年経過してんねんでって。で安倍さんは死んだことになりましたけども、どっかの国の人たちがもう我慢の限界が来て国際司法裁判所オランダハーグが捕まえられたのかもしれない、ありえます、だってパククネ大統領って手錠かけられたんですから。日韓慰安婦問題とか一回決着ついた話とかでテレビのニュースとかでいろいろ流されたわけじゃないですか。で僕はその強制わいせつされた件とかね、今までの件とかいろいろ調べていったら、これちょっとパク・クネ大統領これどうなんですかと。でそのテレビの字幕自体が本当かどうかわからないっていう部分をね、僕はよく分かってなくて、テレビの字幕自体を鵜呑みにして、で、ビル・ゲイツさんに頼むんですよ。もうちょっとどちらが上か、被害者の方が上だということをちょっと分からせてもらえますかと。ビル・ゲイツさんは大きな会社の会長さんですよ。マイクロソフトさんの。もう今は現場退いてる、もう会長の座を退いてるかもしれませんけども、頼んだんですよ。まあ、もう僕のこと知ってる人ですから。もうパクネ大統領と会って、ちょっとね、もう握手するとき片っぽ持ってポケットに突っ込んだまま、上から見下ろすような形で握手したってもらえますって。ええ加減せよと。で本当にしてくれてますよ。それテレビで放送されてますから。アナウンサーナレーションは指摘してませんよ。ポケットに手突っ込んでるだとか、もうパクネ大統領だってタジタジですよ。コンピューター系の特許一番持ってたの。今でもそうかもしれませんけど、確かマイクロソフトさんですよ。その会社作り上げてきた人ですよ。強いか強くないかぐらい分かるでしょ。今までどれだけの歴戦裁判とかをくぐり抜けてきたか。その僕を強制わいせつしてきた人間はね、まあ、韓国系の人間だった可能性があるんですよ。で、そういう件も踏まえてね、対応していただいたんですけども。で、まあ、その後いろいろ調べた後ね、パク・クネ大統領手錠かけられてるんですよ。手錠かけてるところは、ニュースで出てますから。だから今ちょっとシーンとなるような話になってるかもしれませんけども、審判団の人たちとかね、
図的にジャッジをね、変なジャッジをする意図、自分が捕まらないって思ってません。そんな世界じゃないですよ。警察官は警察官捕まえてるんですよ。あれフェイクニュースじゃないですから。裁判官も捕まってるんですよ。分かってます？日本の総理だって捕まってるんですよ、田中角栄さん。もう個人だと思いますけど、さすがに総理が捕まるのにね、その辺の末端の人間はね、なぜ捕まらないと思うんです。僕何回も言ってるじゃないですか、していいことと悪いことがあると、社会に与える影響っていうものをまず一番最初に考えて、テレビ出演者はテレビ出なきゃならないって、あんなことしてたら僕はいくら言い眺めても暴動を起きるときは起きますから。YouTube で撮影して動画アップロードしてる人とかでね、観客席の他の人たちの声が聞こえてきてるんですよ。リクエストしたときに、セカンドのね、佐藤輝明選手だったと思いますけども、明らかにセーフなのに、アウトって。いや、君のことやと。セカンドの。セカンドの審判。君がアウトなんだ。全員神がかり的な力で自分で自分のことを言うような形になってるんですよ。他の人も含めて客観的に見たら絶対そう見えるんですよ。これね、だから球場内でどんな形になっていたら、どんな言葉を言われていたかって言ったら、ちょ、まあそれアウトやろ、ええ加減にせえよ、この状態本当にまずい、本当に暴動起きるかもしれない、こんなことずっとしてたら。もうみんなほとんどの人間同じ意見だから。だって映像でしっかり出てるし、あんなものを映像なくても目で見たら分かるもの、完全に政府って。野球経験者の方が世の中多いんだから。でそれプラスほとんどの人間は今は昭和63年人材派遣業法が出来上がって賃金の横領されてるんですよ、いろんな人たちが。でそこまで分かった時に、審判団の人たちの年収700万円とか知ってるから、分かる人は分かってるから、なんで嘘言ってる方の人間は金稼ぎでき、高収入得てんねんと。ふざけんなよ、なりますって。あのね、裁判所の裁判で裁判官に、あなた常識お持ちですかって言われますよ。そこで全力で謝らなかったら、今までのケースで言うと精神病院に入院させられます。で当分出してもらえない、部屋すら最初出してもらえないですから。あれされたらどうなるかって言ったら、走れなくなる、ちゃんと運動してないから。あれもう老人の人が老化していって、足腰弱ったりしてくるのは運動しなくなるからなんですよ。普段から運動してたら老人の人でも長生きできます。でただしそれは睡眠不足とかが重なってくると、やっぱりもう運動できるような状態じゃないし、もう気持ちで負けてしまいます。そこなかなか乗り切れない。こうね、申し訳なさそうに、いや今のアウトでみたいな形でね、こう言うんだったらね、まだお客さんも、あ、もうなんかあるんかなって思うかもしれませんけども、あんな勢い込んで完全にセーフなのはアウトって、もう観客席めちゃくちゃ なってますか。本当にもう言動が、ちょお前ほんとええ加減せえ、もう絶対セーフやろ。もう昔も言いましたよ。お前の年収知っとうねんぞって。お前らの正体知っとうねんぞって。警察官しとったんかしないかどっちやねんって。
精神病院の医者はってお前やろ一番長く閉じ込められとかなあかん人間はって隠蔽に次ぐ隠蔽でってだから民主主義になったんですよ。いろんな国で皇帝とか王族とか滅びていってもうダメだって仕事と称して世界中飛び回って他の王族とかと会ってペラ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 楽しいじゃん話しと全然真面目に仕事してないじゃないで、なんであんなに年収高いのって一応これね世界中の政府上層部とその国家間同士の友好関係だとか、それは政府上層部の人たちとかとね、王族の人たちとかと友好関係を築いて、僕の方から頼んだんですよ。安倍政権の時に、サウジアラビアの、まあ、僕はもうサルマン5世はもう年齢的に80近くでしたから、いやまあもうムハンマドさんでっていう形で言ってみたんですけども、まあそこ、やっぱり、自分が首脳だからっていうことで、サルマン国王とか、やっぱり飛行機到着した時のタラップを降りてくる時の動きもね、やっぱり、まあ年齢考えたら無理して来てくれたんだなっていうのはあるんですよ。で、もうそういうふうに世界中の基本的に王室の人たちとかとこう友好関係があるから、こういうことを僕は表だって言えるんですが、これ、表だってこの友好関係があるっていうことを広めてる人間じゃなかって、もし言ったら警察官が来るから。で、精神病院行き。で、精神病院の医者は元警察官知らん人間。で、もしくは元大統領とか。めちゃくちゃ。ヒトラーと変わらへんじゃん。じゃあ、この話を、スポーツ界に戻していくと、ヒトラーと同じじゃないって。政府をアウトと言ったり、アウトを政府って言ったりするの。真ん中近くのボール、明らかに。あんなもの、誰だって分かるんだから。完全にストライクじゃないとか、完全にボールじゃないって。でもそこで全力で試合をして、そこでついた勝ち負けだったら、もうしょうがないじゃない、わけじゃないですか。だからそれプラス、スポーツの勝ち負けでね、どこか優勝しなきゃならないとか、それは僕は言ってますよ。だからそこで、自分の頭の中を、渡したりだとか、能力プラスアルファされますから。だから例えで言うと、去年阪神タイガースの森下選手、ドラフト1位で入団してと。いきなりプロの球になれるかって言ったら、やっぱり高校野球見たらすぐわかりますよ。プロと球が全然違う。だって高校野球の時ものすごい活躍をしてきた人間とか大学生とか社会人野球とかで日本代表の4番だとかアマチュアのねそういうものすごい人たちは集まりの中で1軍と2軍があるんですよ。まあ今ファームっていう言い方しますけどもそこでも振り分けられるような世界なんですよ。まあ、だから最初去年なんか森下選手は外角のね、外に逃げていくボール、ストライクゾーンからボールゾーンになるボール、振りに行っちゃうんですよ。カウント追い込まれてる時で、しっかり打つっていうことの意味を、間違えてるんですよね。その強く振ることがしっかり打つんじゃなくて、カウントによる、ツーストライクに追い込まれてるときは、際どいボールは基本的に振っていかなきゃなんない。そこは、ファールとかで回避したりだとか、甘く入ってきたら、それをしっかりもう単打でもいいから必ずヒットにするとか。とにかく塁に出ることを考えなきゃならないって、これ昔からみんな言われてるでしょ？とにかく塁に出ることだと。自分一人で野球をするんじゃないって。後ろのバッター信じようって。打線で繋いでいくんだと。つながり始めたら大量得点になるんですから。だけど僕が頭の中渡したら簡単にバット止まるんですよ。自分の頭を渡してるから。僕は160キロのボールをしっかりと捉える感覚すら持ってるんですよ。
見えてるんです。他の人から見たらピッチャーが投げた時に150キロ半ばとか、昔はもう150キロのボールでも速かったんですけども、ファンの人たちも150キロ台のボールをしょっちゅうしょっちゅう試合で見てると、まあ、テレビも含めてそうなんですけど、慣れてくるんですよ、急速に。人間やっぱり慣れですから、仕事と同じで、どれで仕事に慣れてるかどうか、場数をこなしてきたかっていうことで全然違うんですよ。160キロのボールを目で見て、もう打てるなっていう感覚あるんですよ。特に甘いところ入ってきたりとか、高めのボールだったらだとか、体格に合わせてだとか、パワーヒッターだったら、とにかくそのボールをしっかり捉えたらええと。ちょっと詰まったぐらいだったら、ちょうど内野とか外野の間に落ちるとか、どういう風にどの辺で捉えたらどれぐらいの飛距離になるかとか、どういう角度でボールが飛んでいったらとか、もう僕も今まで考え尽くしてきた方ですから、身についてるんですよ。それを渡してるんです。その160キロがね、はっきりと見える感覚、女子バレーボールの選手に渡してみなさいな。女子バレーボールの人でジャンプサーブする人、国家代表の人でもなかなかいないんですけども、あのボールってね、男子でもものすごい速いジャンプサーブとか見えますけども、あれ実はものすごく速い人で130キロ超えなんですよ。野球の世界でいうスローボールなんですよ。それをね、その感覚を頭の中、女子の世界に持ち込んだらどうなるかって言ったら、まあまあ角度のついたアタックで、そのすぐ近くに選手がいなかったりとかしてね、もう飛んでも絶対間に合わないっていう、その物理的な法則的な部分はありますけども、ほとんどのボールって我々の世界から言うとスローボールなんですよ。できて当たり前の世界なんですよ。そりゃ全然違いますよ。見えますから。で、僕も体育の時間とかにバレーボールをしていたから、それはもちろん日本代表の人みたいなアタックとかないですよ。ただしバレーボール経験者とかのアタックとか全然違うっていう、背の高い人とかのね。だけども僕野球部で内野手をしてましたから、周りの選手はもう反応見たら分かります。あ、ダメだっていう顔をしてるんですけど、僕拾えるんですよ。いるんですよ。もうなんとか拾うから。その後誰のところにボールが正直飛んでいくか分かんないと、なんとか追いついてる方だからって、綺麗にそんなセンターにセッターにボール上げれないと、とにかく誰かのところボール飛んでくると思うから、それみんなでカバーしてと。基本的に中央にいる選手が両サイドに飛べるわけですから、バレーボールでいうと重要です。中央にいる選手がレシーブする選手だけども、ローテーション制で、守備位置がコロ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 、僕ら体育の時間の頃はね、変わっていくんですけども、大丈夫だからと。とにかく拾ってくれたらどっかボール行くかも分かんない、だけども僕が拾えそうなところは全力で走っていくと。いや、だからそういう経験があるからね、無理にこう走っていってね、もう絶対これ壁にぶつかるなって分かるんですよ。途中まで全力疾走し始めますから、途中でトップスピードまで乗りますから、もうこれ無理だって分かった瞬間に、絶対無理だって分かった瞬間に、自分からも倒れて背中の方から壁にぶつかるんですよ。背中の背筋が一番強いですから、そこ背筋に力入れて、まあ、ドンってなるぐらいで、そんなに対して体にダメージなんかないんですよ。そういう方法とか知ってるんですよ。
だ最後までボールを追わない人間って、いやそれあかんやろって。気持ちで負けてるじゃないって。明らかに見た目で絶対追いつかないボールを追いかけるのは、それはなしですよ。完全に観客席入っていきますから。そこ追いかけていったら観客席の人大変なことになりますから、そこ飛び込んだら。その選手もね、場合によっては。そういうことをきちっと今まで伝えてきたわけじゃないですか。でみんなで正しい世界を作ろうっていうことを知るのに、その建物の建設も含めてですよ、少子化なのにずっと建物を建てて、買い手がいないのに、だって人がいないんだから買い手がいるわけないじゃないですか。見てます、審判団の人、ホームページは IKSの駅の建てすぎた建物、あれごく一区間とかの電車の区間とかを撮影者だけあの数ですよ。現状わきまえてます、今どんな世の中になってるかって。そんなジャッジするから自主的にね、エネルギーの残存量問題があるから車なんか買わないで、みんな電車バス徒歩ですよって言ってるのに電車に乗らない、いろんな河川とか撮影行ってるのにね、電車乗るとき大体19時前後、まあ早めに乗ったとしても途中の駅で19時前後ぐらいになったりします。18時超えたりとか帰宅ラッシュのはずなのに、満員なんかなってない、昔みたいな。もうちょっとすごい中心地、例えると大阪駅 JR のそこちょっと過ぎただけで座れます、後から入っていきたいと余裕で。ガラガラですよ。理性なんかもうみんな全然ないんですよ。ないどころか、そもそもエネルギーの残存の問題分かってないんですよ。石油もあんまりないよっていうこと言ってるのに、一時期テレビでも一斉放送で何年にも分けて言ったんですよ。言ったけども、理性のある行動なんかみんなしないんですよ。だって審判はしないんですから。今までの試合であったでしょ、何試合前の試合でこういう風なプレーがありましたから、だからこうしましたとか説明責任しないじゃないですか。審判がかまけて手抜いてるんですよ、仕事の。そんな人高い給料渡せない、年齢が何歳だからとか無理。それしてしまうと、高齢者で今まである程度の社会的実績とかのある人でもう頑張らなくなった人は一番厄介なの、この世の中、議員も含めて。見てみなさいな、この間の東京都知事選、小池さんなんかもう71歳ですよ。これから都知事をしてる間に70半ばとかになっちゃうじゃないですか。そんな人はね、仕事できると思います？無理ですよ。40代半ばとかで本当に頑張ってる人間とかの方がいい仕事できます。能力的にも無理になってくるんですよ。言ったじゃないですか、僕自分の家の近くのすぐ近くの桃源郷っていう老人ホームに働きに行きましたと。でそこで長年勤めてる人に、周りの老人ホームで100歳以上の人って本当にいらっしゃいましたかって、何人ぐらいいらっしゃいますかってちょっと聞いてもらえませんかって頼んだんですよ。一応まあ老人ホームの世界もある程度そのだから医療協会とかいろいろあるんですよ。でそのつながりあるところのね、近隣の老人ホームとかにいろいろ電話かけて、長年働いている人とかに聞いてもらって、あ、ほんまやっておらへんかったわって、100歳以上の人って、これが答えなんですよ。無理なんですって、まずいないんですって100歳以上生きている人で。もちょうど僕が働いている時にね、老人ホームの方でもう返答もできなくなってる人、とりあえず生きてるか生きてないかで言うと生きてるんですけども、もう物も言わなくなって、口からねこう水を注いでもらって何とか生きてる人で、片一方の足なんか真っ黒になってるんですよ。黒人の人のああいう肌の黒さ、焼き方の黒さとかじゃなくて炭化して黒くなってるんですよ。もう足の色はこういう黒色、びっくりしますよ。
で、長年老人ホームで働いてる人とかでね、本当に指とかポロッと取れたこととかあるからって、他の人でって。絶対触ったらあかんよって、もう慣れた、介護職の人じゃなかったら、もうついたらダメだから、この人には。っていう人もいらっしゃるんです。で、ちょうどその人は、まあ、僕は2ヶ月だけの、短期の雇用だったんですけど、コロナウイルスの時の。ちょうど僕は任期が終わる少し前にお亡くなりになられてるんですけども、もしかしたらもうその時でね、フルーツラーパークで働いていたその若かりし頃と比べたらもう二十何年経過していた頃ですが、コロナウイルスの時でもまあ24年前か23年前とか、まあもうけどもう18歳ぐらいから働いてましたから、だからまあ24年前ぐらいかもしれない。例えばバーベキューコーナーとかで一般人の人とかが声かけやすい状況のところで働いている時とか、こういう老人の方もいらっしゃったんですよ。最後、まあこんなことを言っても、まあ本当にしてほしいとは思ってもないけども、って、最後見取ってもらう時、君に見取ってもらいたいとかこう、おっしゃってくれてた老人の方もいらっしゃったんですよ。もしかしたら、本当にその人だったんじゃないかなって思うんですよ。そういう経験いっぱいしてるんですよ。僕も後から記憶とか戻ってきて、そういえばあの時こんなこと言ってた人がいるな、こんなこと言ってきた人がいるなっていう人たち、本当にその通りになってるんですよ。人間の言葉には力があって意味があって、そこには人の感情とか思いもあって、じゃあ、あの世の人たちに見られた時にそのジャッジ恥ずかしくないですかって。これ一回、審判団で、もう流行ったじゃないですか。そのジャッジは恥ずかしくないですかって。警察官の間でもそうですよ。そのジャッジっていうものは判断なんです。意味が。その判断は正しかったんですかっていうことなんですよ。社会に与える悪影響のことをまず一番最初に考えなきゃならない。あんなに井岡選手の和津選手の試合の日、僕はあんなに頑張って、昼ご飯食べてないんですよ。試合間に合わせて帰るために。で、井岡選手がね、最後の方にボソッと言ったのが、本当はご飯って言ってたんですよ。僕は昼ご飯食べてなくて、その日、昼ご飯プラス兼用の晩ご飯だったんですけども、15時間以上空いてるんですよ、朝食食べてから。けどそれってね、昔も僕もこんな会話とかいろいろしたことあるんですよ。フルーツのパークで勤務していた時に。ボクシングの人とかって、ボクシングだけじゃなくて、レスリングとか柔道もそうですけども、階級制、つまり体重制限のある試合をしてるわけじゃないですか。じゃあ、やっぱり減量と向き合わなきゃならないっていう時が、本当にある時があるわけじゃないですか。筋肉つけすぎてもそうですけども、体重がオーバーしてしまったとか、それ、もしかして本当は、世界チャンピオンとかになるときに、年に一回ぐらい僕も経験せなあかんのとちゃうかなって。よくよく思い出したら今まで、普通に、別にスポーツの価値も今日取り組むぞとか、格闘技の試合とかも含めて、そうじゃなかったとしても、例えばフルーツラパークでね、レストランカトレアで働いていたときに、店長として働いていたとき、まあ、上に部長がいましたけども、現場に、ちゃんと出てきて働いてたんですよ、部長も。まあ、ただし高齢者だからあんまり動き良くないんですけども、もうゴールデンウィークの時とかって、もう休憩回す余裕とかなくなるんですよ。ランチとディナーが繋がっていきますから。変に喫茶とかも入れてるから、ただもう15時台とか16時台で、その昼ごはん、ランチとか、注文してきても、もともと14時までとかのものなんですけども、もうゴールデンウィークの時は仕方がないと。もう言ってきたらもうそれ出し上げたらいいっていうことで、ランチとして出してたんですけども、席数とか決まってるから、フルーツのパークに何万人も来ても、まあ、バーベキューコーナーだったら1日で7000人ぐらいお客さん消化できます。食べることができる。
それプラスレストランカトレアとかコスモスとかで、だけどその辺のところって席がそれ100いくらとかしかないから、何回でも強いても、もう万もお客さん来られたらどうしようもなくなるんですよ。だから昼ご飯食べたのが17時ぐらいとか、もうそれも部長が言ってくれて、もうここで飯食ったらええからって、もうキッチンにももうわしが言うって、わしの席に出て、もうサーロイン焼いてくれと。で、17時ぐらいにね、その裏方でもう立ちながらね、立ち食いしながら、食事したりだとか。今考えたらもうそれってほとんど昼晩脱ぎの状態じゃないですか。で、朝ごはんって朝食から出勤してきてるから、まあ朝食終わった後は、朝ごはん休憩時間の時に食べれてたかもしれないんですけども、まあけどなかなかきついですよ。2003年のナルトのレッサンスリゾートホテルに勤務しに行った時も、朝の6時から夜の22時まで休憩なし。当然ご飯食べてないんですよ。もう20時回った時点でご飯食べてないのに、もう気分悪くて気分悪くて、もう戻しそうでご飯食べてないのにですよ。もう頭もフラフラ、もうそんだけ長い間栄養補給ができてなかったら、もうその間が走り回ってますから、重たいものも当然持ちますし、いや本当もう倒れそうになってましたね。もう20時回ったぐらいか、本当にもう正直泣き入ってましたよ。もう言おうかなって、もう今日もう枯らせますでいいんですかって、もう吐きそうでちょっともう仕事無理ですって、もう自分から本当はこれ言った方がええかなとか思うんですけど、現場に人いないんですよ。今自分がもしここで抜けたら、もうこれ現場絶対回んなくなるって、でお客さんがクレームが絶対出るって、ちょっと料理注文して行っても何分経過してると思う、何十分経過してると思ってるのって、もうありますかこれ本当に。途中で倒れられたりしたら、倒れるに倒れない、もうだからもうボクシングの世界とか同じけど、そういうの乗り越えてるから僕の頭を渡したりとかしてね、渡したりとか、もう全部の瞬間じゃないですけども、渡しにくい時とかあります。で、たまに相手選手に行ってる時とか、これ事実としてあります。何かの約束ごとを守ってなかったりとか、それ炊飯器の本、もちろん急いで帰ってきてるから晩ご飯の支度するでしょ。でスイッチ入れてるんですよ、炊き上げの。で途中でだいたい残り11分とか10分とか7分8分とか、もう保温の状態になる前に僕もう取り消しを押すんですよ。あとは時間の経過で、急にご飯出来立ての時って暑いじゃないですか。だから夏場とかだったら1時間ぐらいご飯できてから、それからご飯開ける。そうじゃなかったらそことくっつくんですよ。蒸らしていればお米がそこもくっつかないんですよ。だけど気がついたらいつの間にかボクシングの試合に集中しすぎていて保温状態になっていて、その間井岡さん選手劣勢だったんですよ。だからエネルギーの残存量問題、保温を取り消しをしていれば電気をそれだけ使用していないから、それ全部コンピューターに見られてるんですよ。それ全部乗り越えて、でもう見た目ではっきり分かる、あれ本当は絶対井岡選手の勝ち。他の意見の人もそう、わかるから。見たら、試合見たら、ちょっと最初の方のラウンドで2ラウンド目3ラウンド目相手選手押してましたよ。それ戦略なんです。打ってきてる云々距離測ってるんですよ。相手のパンチ、どんなパンチがどれぐらいのところまで届くかとかで、たまに試してみるんですよ。このタイミングかな、あのタイミングかなって。ゴング鳴った瞬間、打たれたようには見えたかもしれませんよ。ほとんどガードの上ですよ。仁王立ちしてるのは井岡選手ですよ。息なんか上がってない。相手選手の方が息上がってる。先のラウンドになってきたらどうなるかぐらいみんな分かりますから。見てる人が手出してるだけで、相手選手の方が優位だとか思ってしまうんですよ。相手選手のペースだって思うんですよ。違いますから。
全部測って言ってるんです。どのパンチがどうで、どのパンチの時はこう対処するとか、ああ対処するとか。で、たまに僕も、忘れてることを伝えます、心の声で。いや、今のコーナーに追い詰められてると。そこは横に動こうとしたら、こう、フックでもいいから、手出して、逃げれないようにして、もうそのままポストに押し込んでいく。絶対的優位です。そこから先は、ポストまで、特にコーナーポストのあるところ、スウェーができなくなる。後頭部が、首の部分とかが、後ろの、棒のところに当たるから。力の逃げ場がなくなりますから。そこでのクリーンヒットは、相手からダウンを、相手をダウンできる、ダウンさせれる、決定的な一打に変わってきます。そういうふうな中でね、ボクシング業界も含めて審判団、もうこれ世界中に対してのメッセージです。仕事できてなさすぎます。見た目ではっきり分かることは、その内容で判断です。